こんにちは、先生です。さっき書いたばかりの楽譜を今から練習していくので、どんな感じでやってるのかっていうのを見ていただけたらと思います。先生は最初書いたやつを、ゆっくりチェックします。今回はちょっとね、普段使わないサムピックっていうやつを使ってるので、いつもよりゆっくり練習していきます。80かな、ちょっと音ちっちゃいか。よいしょ。これでこれぐらいか。まあいい感じかな。で、いい感じかなって思えたら、だいたい8ずつ上げます。わあ、失敗した。もう一回。もう一回かな。まあでもちょっと今の遅すぎたかもしれないから上げてみます。とね、テンポもね、こうこだわりすぎないのが大事ですね、僕の中では。ああ、ダメだダメだ。話すの早かったな。まあいいか。最後だけやっとこうか。こうか。ピックがもうちょっと短い方がやりやすそうですね。まあいいか。104。いい感じ。まあこんな感じであとは上げていくだけですね。おお、低かった。あー、惜しかった。やっぱりピックアウトでもうちょっと短くします。これね、うまくいくとやっぱ嬉しいんですよね。もう23年以上弾いてるけど、いつになっても嬉しいです。あ、ちゃ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 。
もならね、めっちゃリラックスというか脱力を意識してるんですけど、今もしてるけど、やっぱ初めて弾くフレーズはね、どうしても力んじゃうので、ちょっと疲れたなとか、力みすぎているなって思ったら、こうやって休憩します。よし。で、リセットして、よいしょ。だいぶ上がってきましたね。80から始めて今160か、倍になりましたね。うん、最後のタラタラがね、いいですね。このお、もうちょっとね、綺麗に揃えたい。あ、音が消えた。あ、惜しい。やっぱりピックが長い。慣れてきたかな。ちょっと音が切れるな。そしてやっぱりちょっとまだ力んでますね。切れた。早くなるとね、伴奏のこのドメロディーの強さがより難しくなってきますね。もう一回やっとこうか。うんうん、ちょっと力抜けてきたかな。ちょ、盛大に間違えた。ああ、惜しいな。この、いつ
つものピックで5弦だと思うところ弾くと4弦になっちゃうんですよね。難しい。でも楽しい。あ、もうちょっとだったな。頑張りましょう。はい、だいぶ経ったので、とりあえず200で終わっておきます。まあ、先生の練習はこんな感じです。じゃあね、バイバーイ。